日よろしくお願いします。これからも頑張るのでよろしくお願いします。今日はプロデューサータスクの期限日です。注意してくださいね。
なのでしょうか。放課後に一人で3回女子トイレに行くんです。それで3番目のドアを3回ノックします。そしたら個室には誰もいないのに返事が聞こえるんです。なんと面妖な。誰もいないのなら一体誰が返事をするというのでしょうか。その正体は誰にもわからないだろ。咲夜さんの言う通りです。不思議ですよね。しかもこの返事を聞いた人はトイレの中に引きずり込まれちゃうんだそうです。そのような恐ろしい話が子供たちの間で人気だとは。私も聞いたことがあるよ。理科室の笑い声とか、追いかけてくる足音とか。足音が、それはどのような人物なのでしょうか。まさか誰もいないなどということは。靴の方は知ってます。音が聞こえて振り返ると靴だけがあるんですよね。靴だけが、一体どのような靴なのでしょうか。確か真っ赤な靴だったかな。まるで血で染まったような。そうです。それでその靴がこっちこっちこっちで、それは足音なのですか。もしや追いかけてくるのでしょうか。はい、振り返らないと追いかけてきます。だんだんピチャピチャって音に変わるんです。なぜ水音が。血が滴っているのさ。靴と同じ真っ赤な血がね。なんとそんな信じがたいことが。だったのかい。プロデューサー、部屋を出てしまわれるのですか。
人は危険です。私もご一緒しましょう。構いませんか、プロデューサー。はい、ただ私がご一緒したいのです。理由はその特にありませんが、全員分をプロデューサーを一人で持つには手が足りないでしょうし、お手伝いできればと。それなら私も付き合うよ。カホもどうかな。歩きにくさなどさまつな問題です。今優先すべきは。みんなプロデューサーと私の後ろに。素晴らしいですね。
やることあるの。プロデューサー、次は絶対に失敗しないぞ。よーし、特訓だ。プロデューサーさん、今週もお疲れ様でした。目標を達成できているか確認していきましょう。見事目標を達成しましたね。この調子で次週もよろしくお願いします。プロデューサー、ちょっと疲れてない？栄養たっぷりのご飯いっぱい食べるといいさ。